もいいよ。9月22日、夜は彼岸の中日、秋分の日やね。祖先を敬い亡くなった日を偲ぶ日って言われたりよ。六曜は戦勝、急ぐが勝ち、午前8時で午後明け、時間は土の絵、岩山示すような土、滝が茂り百滝であれ正代を示したら、冬に潮は立つ、こっちも弱の土、草木川はこうして伸びていく状態を示してる。音陽五行の流れは、いいわ言うてな、良くも悪くも勢いを増す行けや。まあ、彼岸のな、真ん中の日、祖先のことを敬いながら、まあ、まったり過ごしていったら良さそうな気するけど、どうやるかな。まあ、これが踏まえてどうするそうなんて、その次第や。ゆるゆると、ええ、ひねると、ね。ほな、またね。